ジェリーリー・ルイス、ジェリー・リー・ルイス、ジェリー・リー・ルイス、1935年9月29日体は、アメリカのロックンロール及びカントリーミュージックのシンガーソングライター、ピアニスト。1950年代後半のロックンロールで活躍し、キラーの愛称で呼ばれ、ロックンロール初のワイルドな男と言われることもある。ロックの初期の者として、年、ルイスは、 サンレコードで初めてレコーディングを行った。は、アメリカ合衆国南部で30万枚を売り上げたが、1957年ので世界的に有名になった。その後、などを発表した。しかし、22歳の時に親戚の13歳の少女と結婚していたことが発覚してロック界から脱落した。出演料も1万ドルから250ドルにまで、 下がってしまった。彼は人気を取り戻そうと決心した。1960年代初頭など数曲以外はヒットしなかった。その頃の演奏はさらにワイルドでエネルギッシュになっていた。1964年のアルバムは多くの音楽ジャーナリストやファンからかつてないワイルドで素晴らしいロックのライブアバムとみなされている。I, a m on fire などをレコーディングしていた数年間。 大きなヒットとはならなかったが、1968年、カントリーに転校すると、アナザープレイス、アナザータイムなどのヒット曲を生み出した。1960年代終盤から1970年代までの再年で、カントリーチャートのトップに頻繁に登場するようになった。ミーボビー・マギーなどの曲が、カントリーチャートで第1位を獲得した。ルイスの成功は、約10年続き、 ザビック・ボッパーの、いや、のカバーなどを含む、過去のロックの曲もヒットした。21世紀に入り、ルイスは、コンサートツアーで世界を回り、新しいアルバムも発表している。2006年のアルバム、は、世界中で100万枚以上売り上げ、彼のアルバム売り上げ記録を更新した。2010年のアルバム、は、ルイスのアルバムの中でも、高い売り上げの一つとなった。ルイスは、 ロックとカントリー双方を合わせて10回以上、ゴールドディスクの認定を受け、特別功労賞を含み何度か、グラミー賞も受賞している。1986年、ロックの殿堂入りし、このジャンルへの彼の貢献は、ロカビリーの殿堂でも確認することができる。1989年、デニス・クエード主演の映画、で、半生が描かれた。2003年、ローリングストーム氏は、 ボックスセットをの第242位にランク付けした。2004年、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、第24位にランク付けした。また、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第67位にランク付けした。ルイジアナ州東部コンコルディア軍フェリディの貧困家庭に、生まれた。いとこで後に、 カントリー歌手となる、テレビ伝導者となるとともに、幼少からピアノを始めた。両親は彼にピアノを買うため農場を担保に、借金した。成長する上で、から多大な影響を受けると同時に、年上のいとこの、ラジオ、近所の黒人向け酒場ヘイニーズビッグハウスから、流れてくる音からも影響を受けた。母親は彼を、テキサス州ワクサハチにある神学校に入学させ、 聖歌隊でしか歌えなくなった。しかし、マイゴットイスリアルをブギウギ町で大胆に演奏した。生徒会長であったピアリー・グリーンは彼がタレントショーで世俗的な音楽を演奏したと語った。翌朝学部長はルイスとグリーンを呼び出し彼らを退学させた。ルイスは私が何を演奏するか知らなかったため退学させられるべきではなかったと語った。 数年後グリーンはルイスに、君はまだ悪魔の音楽を演奏しているのかと尋ね、ルイスは、もちろん。しかし不思議なことに、私を退学させる原因となった音楽を、今は、あちこちの教会で演奏している。ただ一つ違うことは、私は悪魔のために演奏したのであって、彼らはそうではないということだと答えた。この出来事の後、実家に帰りフェリデー周辺よびミシ,シッピ州。 ナッチスのクラブで演奏し始め、急成長中の新しいロックンロールに傾倒し、1954年に初めてのデモテープを録音した。1955年頃、テネシー州ナッシュビルのクラブで演奏して、注目を集めようと考えたが、ルイジアナ州シュリーブポートのカントリーチャンネル,ルイジアナ、ヘイライドでかつて見た、グランドオールオープリーに却下された。 ナッシュビルのレコード会社の重役はピアノではなくギターを演奏したらどうかと提案した。1956年11月、サンレコードのオーディションを受けるために、テネシー州メンフィスに向かった。サンレコードのオーナーのサム・フィリップスは、フロリダ州にいたため会えなかった、プロデューサー兼エンジニアのジャック・クレメントが、ルイスが歌うレイプライスの、とルイス作の、エンド・オブ・ザ・ロードをレコーディングした。 同年12月、サンレコード所属のカール・パーキンスや、ジョニー・キャッシュと同様、ソロとしてだけでなく、スタジオミュージシャンとしても多くのレコーディングに参加した。1956年終盤から1957年、初頭まで、パーキンスの、マッチボックス、true love, You r e t e love,You can't n o long,put your cat close on, ビリーリー・ライリーの、フライン、ソーサース・ロックン・ロールなど、 サンデコード出版のレコードで彼の独特のピアノを聴くことができる。それまではロカビリーでピアノを全面に出すことはなかったが、彼の影響で他のレコード会社もロカビリーにピアノ奏者を取り入れるようになった。1956年12月4日、ルイスのピアノ演奏でパーキンスが新曲のレコーディングをするためにサンデコードにいた時にエルビス・プレスリーが フィリップスに会いにサンレコードにちよった。キャッシュもパーキンスのレコーディングを見るためその場にいた。4人は即興でジャムセッションを始め、フィリップスはそれを録音した。この時演奏された曲の約半数がゴスピル曲や伝統曲であった。このセッションは後にミリオンダラーカルテットのタイトルで CD として出版された。収録曲にはプレスリーのパラライズド。 チャックベリーのパッド・ブーンのドンとファービドメのほか、プレスリーが自身のモノマネをするジャッキー・ウィルソのドンとビー・イ・クルーエルを真似する様子も含まれている。1957年、彼の最大のヒット曲、73年にミッシェル・ポルナレフがカバーで一躍スターダムにのし上がり、世界的に有名になったが、その一方で歌詞の刺激が強すぎるとして、ラジオ曲で ボイコットされることもあった。2005年、ホールロータシャキン・借金合意音は、アメリカ議会図書館のに、永久保存されることとなった。経験なクリスチャンであるキャッシュやルイスは、自身が罪であると考え、自分及びファンは地獄に落ちると固く信じていた。この、ルイスのキャラクターは、キャッシュの自伝をもとに作られた2005年の映画、ウォーク・ザ・ライン、君に続く道で、ウェーロンペインにより演じられた。 演奏中、ピアノの椅子を蹴ったり、立ったままピアノを弾いたり、叩くように劇的なアクセントをつけて、弾いたり、鍵盤の上に座ったり、楽器の上に立ったりした。ラジオドキュメンタリー、デルイスは、椅子を蹴ったのは最初は偶然だったが、反応が良かったため続けたと語った。1957年7月28日、でテレビ初登場し、ホールロータシャキン・ゴーインゴンを演奏中に、 上記のアクションを行った。ライブの最後にピアノに火をつけたと世間には認知されているが、これについてルイスはエスクアイやオンライン版で私はピアノに火をつけたことはない。ずっと否定したかったのだがと語った。彼のダイナミックな演奏は映画、いや、で見ることができる。彼はロックンロール発のワイルドな男、ロックンロール発の切中主義者と呼ばれている。 クラシック作曲家のマイケル・ナイマンはルイズについて新たな美的感覚を開花させてくれたと語った。1958年5月、イギリスツアーに出た折、唯一ロンドン・ヒースロー空港に取材に来ていた通信社のリポーターであるレイベリーにルイスが三人目の妻としてマイラ・ゲール・ブラウン結婚していたことを知られてしまった。彼女はルイスの父方のいとこの子であり、 まだ13歳であった。ブラウン、ルイス、マネージャーは彼女を15歳だと誤まかしていた。ルイスはこの時22歳。マスコミが大騒ぎしたため、3回公演したのみで、打ち切りとなった。ルイスがアメリカに戻ってもスキャンダルは打ち消せず、ラジオ局のブラックリストに乗り、ルイスは事実上アメリカの芸能界から追放されてしまった。 ルイスはこれまで自分をサポートしてくれた多くの人々に裏切られたように感じていた。リック・クラークは番組から彼を降板させた。サンデコード社長がジャック・クレメントとの偽のインタビュー、ザ・リターン・オブ・ジェリー・リーを発表し、婚姻問題、批判を軽視した答えとして、ルイスの曲の一部を引用したためイスはサム・フィリップスにも裏切られたと感じていた。 唯一ディスクジョッキーのアラン・フリードだけが、ルイスの味方のままであり、賄賂容疑で交板するまで彼のレコードをかけ続た。それでもサンレコードとの契約はそのままで、レコーディング及び定期的なシングル発表は続けていた。それまで1万ドルのコンサートを行っていたが、それ以降バーや小さなクラブに250ドルで出演するようになった。その頃、信頼できる友人は数少なかった。 かつて、B.B. キング、ハウリンウルフ、プレスリー、ロイ・オービソン、パーキンス、ルイス、キャッシュなどがレコーディングしたユニオン通りのスタジオが古くなったため、フィリップスはメンフィスのマディソン通り639番地に新しい最高水準のスタジオを建て、ナッシュビルにもスタジオをオープンした。百六十一年、ルイスはナッシュビルのスタジオで、レイ・チャールズのをレコーディングし、 大ヒットした。ヨーロッパでは1962年9月に、1963年3月に、が立て続けにヒットした。コンパクト版の、ハング、アップマイロックロールシューズ、アイブビーンツイスティン、マネー、ハロー・ジョセフィーヌなどが特に初期のディスコで流れるようになった。グレン・ミラー・オーケストラの名曲、イン・ザ・ュードをインストゥルメンタルの武器調にアレンジしたを、ザ・ホークという偽名で、 フィリップスインターナショナルから発表したが、ディスクジョッキーは、その独特のピアノ演奏によりすぐに、それが、ルイスだと見破り、この策略は失敗した。1963年、サンレコードとの契約が満了し、スマッシュレコードに移籍して、多くのロックの曲をレコーディングしたが、大きな業績にはならなかった。1960年代中盤、ヨーロッパ、特に、 イギリスやドイツでルイスの人気が回復してきた。1964年、ザ・ナッシュビル・ティーンズと共に収録したライブアルバムが史上最も優れたロックンロールのライブアルバムの一つと考えられるようになった。音楽評論家のスティーブン・トーマス・アール・ワインはこれまでのレコードの中でもリボット・ザ・スター・クラブは桁外れで斬新でハードなロックンロールだと記した。 1960年代、マーキュリーレコードの子会社である、スマッシュレコード在籍中の4年間、ロックでの再起に行き詰まり、カントリーのバラードを演奏するようになった。1965年、カントリーに重きを置いたアルバム、カントリーソングズ・フォーシティ・フォークスをレコーディングした。1968年、シングル、アナザー・プレイス、アナザー・タイムがトップ10にランクイン、これを機に、 カントリーチャートで第1位となったを含み数々の曲がトップ10にランクインするようになった。同時期のモトロカビリーのコンウェイトイッティのようにカントリーで再度スターダムに上がった。この時期のルイスのカントリーのヒット曲には She Still Comes a r Once u d o n More With Feeling、Touching Home Think It, Darling, t Enough,、t h i n k About It、Darling,Sometimes, A Memory Ain't Enough, Tell Tale Signs などがある。 1970年、マーキュリーレコードがスマッシュレコードを打ち切り、その後はマーキュリーからシングルやアルバムが発表されるようになった。ルイスの再起により、サンレコードは1963年以降にレコーディングして未発表のワンミニッツパス e s ターニティ、t e r n i t y I Can't See Me Too Say Goodbye, Waiting for, A Train などを発表し、1969年から1970年の カントリーチャートで上位に入った。ルイスの成功は、その後約10年続き、1972年、ザビック・ボッパーのクラシック・ロックのカバー、ドリンキン・ワイン・スポ・ディ・オーディ、1977年、ミドル・エイジ・クレイジーなど、サイド・ロックにも挑戦し始めた。1979年、エレクトラ・レコードと契約し、1981年のサィ・ナイン・アンド・ホールディングが、 カントリーチャートでの最後のヒット曲となった。1983年、MCA レコードと契約したが短期間で離脱した。1989年、ロック時代の若い頃をもとに映画化したが公開され、劇中で使われる曲をすべて再録音することを決心したことなどでルイスは再度注目された。この映画は、ルイスの3番目のつマまラゲールルイスによる書籍を 元にしており、ルイス役にデニス・クエード、マイラ役にウィノナ・ライダー、ジミー・スワガート役にアレック・ボールド・ウィンが配役された。この映画は、ルイスの初期の頃の経歴、マイラとの関係などが描かれ、1950年代のスキャンダルを中心にしている。翌年1990年、ヒット映画、リック・トレーシーのサウンドトラックに、新曲、 イット・ワズ・ザ・イスキー・トーキンを共同制作した。この曲は劇中のラジオから流れている設定で聴くことができる。いとこでテレビ連動者のジミー・スワガーとのスキャンダルで親族はトラブルに巻き込まれた。他のいとこでカントリーのスターであったミッキー・ギリーと同様、スワガートはピアノ奏者である。いとこ同士の3人はフェリデーのクラブのヘイニーズ・ビッグハウスから流れる。 黒人のブルースなど、幼少期は、同じ音楽を聴いて育った。ジェリーリー・ルイスとスワガーとは、長年複雑な関係が続いている。ルイスの妹リンダー・ダゲール・ルイスは、ルイスとレコーディングを行い、しばらく共にコンサートツアーに出ていたが、その後バンモリソンとより、多くのレコーディングを行う。子供の頃から、ザ・キラーという愛称で呼ばれ。 力強い声とピアノを演奏する姿からより知られている。オービソンは彼をロック史上最高の荒削りな演奏者と評した。1986年、ルイスはロックの殿堂の最初の一人として殿堂入りした。同年、オービソン、キャッシュ、パーキンスと共にメンフィスのサンレコードのスタジオでミリオンダラーカテットのセッションを思い起こさせるアルバムをレコーディングし、 批評家やファンの注目を集めた。1998年、チャックベリー、リートル・リチャードと共に、ヨーロッパで、コンサートツアーを行った。2005年2月12日、ナショナル・アカデミー・オブ・レコーディング・アーツ・アン・サイエンスにより、グラミー賞の特別功労賞を授与された。2006年9月26日、多くのロックの著名人をゲストに招いたアルバムを発表した。 好評を博し、インディチャートで2週連続第1位となるなどビルボードの4部門のチャートにランクインした。2007年3月、ミック・ジャガー、ウィリー・ネルソン、ジミー・ページ、キース・リチャーズ、ロッド・スチュワートなど多くのゲストを招いたコンサートの様子を収録した CD 及び DD が発表され、CD はアメリカ国内のみで50万枚を売り上げ10枚目の ゴールドディスク認定となった。このアルバムはこれまでルイスが発表したアルバムの中で最高の売り上げなった。2007年11月5日、ロックの殿堂及びオハイオ州クリーブランドのケースウェスタン、リザーブ大学での6日間の会議やインタビューの映像を収録した DVD を発表。11月10日、クリス・クリストファーソン司会のトリビュートコンサートが最高潮を迎えた。 アメリカンミュージックマスターズアワードを受賞し、トリビュートコンサートは、虹のカナに幕を閉じた。2008年2月10日、ジョン・ホガキとリトル・リチャードと共に、第50回グラミー賞に出演し、と、日の玉ロックをメドレーで演奏した。ルイスは現在ミシシッピ州、ネスビットの農場に家族と共に住んでいる。2008年6月4日に出演し、フィナーレの最後で、 ロール・オーバー・ベートーベン、ホール・ロー・タ・シャキン、ゴー・イン・オーン、日の玉ロックをメドレーで演奏した。2008年10月、ヨーロッパのコンサートツアーで、1958年のスキャンダルから約50年ぶりに、イギリスで講演した。10月25日、100クラブで、10月28日、ザ・フォーラムで、ワンダ・ジャクソン及び、ルイスの妹リンダ・ゲール・ルイスと共に、 スペシャルプライベートコンサートを行った。2009年8月、アルバムからクリストファーソン作曲のタイトール曲がネット配信された。11月11日、この曲の他に4曲が収録されたコンパクト版が発表された。同年10月29日、ロックの殿堂25周年コンサートをニューヨークのマディソンスクエアガーデンで行った。 2013年5月、テネシー州メンフィスのビールストリートに新しいクラブを開業した。ルイスは毎日訪れるわけではないが、ファン感謝祭など時々訪れるようにしている。他の著名人の店舗と違い、教習を誘うこともなく、モダンなホンキートンクとなっている。ルイジアナ州からミシシッピ州までの南部料理とメンフィスの料理を出している。ロックの生演奏が行われ、 彼のポスター、ピアノ、バイクなどが飾られている。ルイスは7回結婚した。一人目は1952年2月から1953年10月までの20ヶ月、ドロシーバートンと結婚していた。1978年、ピープル氏のインタビューで、最初に結婚したのは14歳の時だった。彼女は17歳だったのだが、私の妻としては、年上すぎたと語った。 二人目は1953年9月から1957年10月までの4年間、ジェーン・ミッチャムと結婚していたが、バートンの離婚する23日前に結婚したことになるためその日付に関しては議論の余地がある。ジェリー・リー・ルイス・ジュニア、ロニー・ガイ・ルイスという子供二人を設けた。三人目は1957年12月から1970年12月までの13年間。 マイラ・ゲイル・ブラウンと結婚していた。結婚式の時にミッチャムとの離婚が正式に成立していなかったため、その後再度結婚式を挙げた。スティーブ・アレン・ルイス、フォーブ・アレン・ルイスという子供二人を設けた。4人目は1971年10月から1982年6月8日まで、ジャーレン・エリザベス・ガンピートと結婚していた。娘、ロリ・リー・ルイスを設けた。 離婚成立数週間前に、ピートは友人宅のプールで溺死した。5人目は1983年6月から8月までの77日間、ショーン・スティーブンスと結婚していた。この婚姻は、スティーブンスの死によって終わった。ルイスが彼女を虐待したことにより、死に至ったのではないかと疑われている。 6人目は1984年から2004年までの20年間、ケリー・マカーバーと結婚していた。ジェリーリー・ルイス3世を設けた。USA トゥデイが見によると、マカーバーの離婚条件はとても高額であった。7人目は2012年3月9日から、ジュディス・ブラウンで、現在も継続中である。ルイスはこれまで少なくとも6人の子供を設けた。1962年。 彼の息子のスティーブ・アレン・ルイスが3歳で、プールの事故で溺死し、1973年、ジェリーリー・ルイス・ジュニアがジープを運転中に横転して19歳で、亡くなった。現在、ジェリーリー・ルイス3世とロニー・ガイ・ルイスの息子を2人、フォーブ、アレン・ルイスとロリーリー・ルイスの娘2人がいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。